なぜ人を殺しちゃいけないのか。いけなくはないんだけど、ただ秩序のある平和で安定した社会を作るために便宜上そうなっているだけです。僕は常々思ってるんですが、どうしていじめられてる方が逃げなきゃならないんでしょう。欧米の一部ではいじめてる方を病んでると判断するそうです。 DV もそうだけど、どうして被害者側に逃げさせるんだろう。病んでたり迷惑だったり恥ずかしくて問題があるのは加害者の方なのに。いじめてる方が病んでる、俺のせいじゃなくて。そういう考え方にみんながなればいいと思う。